こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ。商品を出品しても赤字になります。なぜ赤字になるのかわかりません。赤字にならない方法を教えてください。というテーマについてお伝えします。それでは、早速いってみましょう。この動画では、私のコンサル生から、商品が赤字になります。という相談がありましたので、ぜひ回答させていただきます。なぜ赤字になるのか。 それは商品の売り方や利益の出し方ね、を理解していないからです。それと人からのね、信用度です。大まかですが、商品をどのように売れば利益が出るのか。ただ漠然と売るのではなくて、利益を出す売り方を100%マスターしなければ利益を出すことができないです。なので、ぜひね、 良い商品を売りつけ続けていれば、えー、回答が見えてきますので、ぜひ試していただければ、ね、いいかと思います。LINE 登録お願いします。LINE としていただきますと、30分無料コンサル、10万円稼げるマリニマ,マ,マニアをね、プレゼントします。その際ね、ニッケームがスタンプお願いします。それと、0円転売コミュニティがね、始めました。LINE 登録ね、あと、0円転売コミュニティに参加して、 したいと言っていただければ、すぐね、こちらの方ですね、誘導させていただきますので、ぜひ参加をお待ちします。よろしくお願いします。あと、YouTube からの質問は一切、えー、回答していないので、質問ある際はね、LINE アットからの登録ですね。よろしくお願いします。はい。本日は最後に見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。